こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。抱負記念競輪もいよいよ最終日、12レース決勝戦の予想をお送りしたいと思います。ご覧のメンバーですね。マクリ主体の自力争いって非常に難しいです。ナービーもこのように細切れ戦です。地元清水が、前を回る瀬戸内勢が有利に見えるんですけど、私はですね、前々攻めれて何でもできる副長気味の三谷を本命に、相手は本当に絞りきれないですね。全員にチャンスあると思います。総流しですね。もう少し詳しく見ていきましょう。12レース決勝戦、ご覧のメンバーです。 SQS 班は1番車三谷、2番車清水、地元清水が勝ち上がってまいりました。原田、渡辺と3人ラインというふうになっております。非常に長い、ここだけ3人です。3人で有利なのかなと思います。また得点も一番持ってて、地元勢郡司や三谷、後ろを走る原田なんかもいますけど、ここは優勝をもぎ取りたいとこです。そんな中ですね、非常に細切れ戦、ラインがあるのは、清水、原田、渡辺の地元瀬戸内勢、郡司、内藤の神奈川両者しかいません。というわけで、地元勢はやっぱり、プラスに働くのではないかなと思います。バック回数1番は12回の吉澤、ただ短期ですね。こちらはホーム回数も7回で吉澤がトップ。吉田あんまり逃げてる印象ないんですけど、逃げの回数自体は、多いですよね。逃げの決まり手見てても吉田だけが3回、他三谷と山田が1回ずつで、他が1回も、逃げの決まり手がありません。ですね、基本的に非常に細切れ戦なので、33という単走路もあって、基本的に前へ逃げる覚悟のある選手がいいんじゃないか。あと叩き合いは起こりにくいんじゃないかと思います。みんな清水も優勝したいですし、郡司も優勝したい。なので逃げるとしても仕掛けそんなに早くならないんじゃないかなと思います。そんな中、ではどのような感じになるのでしょうか。そうですね、まず清水、郡司があるので、後ろ引き連れてるんで、どちらか逃げるかなんでしょうね。郡司は内藤、同系の先輩連れてますね。で、清水は優勝したいでしょうね。番手の原田、渡辺もいます。普通に逃げたら87とかあるかもしれないですけど、ペース次第では82とかあるかもしれないですけど、それは簡単にはそういうレースするかな。ただ地元だからとでラインができるから逃げて原田が優勝とはならないかなと思いますね。原田はあんまり仕事できないですからね。逃げた
ら、うまく、まあ、自分のペースで逃げて、ハーダをインに詰めないと、ハーダに刺されると思います。縦にこう踏んでて勢いで7まで突き抜ける可能性はありますからね。それは清水も、まあ、ここは何としても取りたいっていう意思があるのなら、昨年取ってますけどね。だから今年も取って連覇したいっていうのであれば、やっぱり本音としてはまくりで決めたい。まあそれは軍事も本音なんですけど、内藤がまだ取ってないっていうのはちょっと気になる要素ではありますよね。どちらにしても吉澤どうするんだろうな。短期か。ただ吉澤のは分からない選手なんですよね。なんか行くべき時に行かずに、行ってはいけない時に行って、結局声を書いて、勝ち上がりなんかで決勝に乗れないとかは、決勝に乗ったとしてもうまく走れないとかいうことが結構あるんで、もったいないなっていう思いはあります。あと山田とか佐藤もどうするんでしょうね。三谷は一度は前へ出て、もしくはどちらか先手を取るとしたら、そこで取って、その後ろにつけてまくり、最終的にまくり勝負なのかなと思います。もちろん誰も来ないようだったら逃げざるを得ないんですよけど、その時に誰つかつけてるんでしょうね。非常に難しいです。でもまあ2つの予想を考えました。1つがこれです。復調気味の三谷、これですね。やっぱり清水も郡司も本音は優勝したいっていう気持ちがある。ただ郡司は内藤を連れてるので多少先手取ってもいいという気持ちはあるかもしれない。清水もどう出るかわからない。結構派手に逃げてる時ありますからね。まあ、とはいえ今場所は1回しかバック取ってないんで、準決勝しか取ってないんで、決勝は取りに行ってるんじゃないかなと思います。郡司は逆に積極的なんですよね。郡司の良さってこう三々のところで、三々だからやっぱり思い切り仕掛けを早くしなきゃっていうところの意識があるってとこがいいと思うんです。まあ最も郡司も吉澤と同様ですね、逃げてはいけないとこで逃げて、なんだろう、勝ち上がりのその積み上げていくとこで逃げなかったりするんで、まあやっぱり損してるなっていう印象はあるんですよね。なのでやっぱりその経験といいますか、上を取ってきたやっぱり三谷の走りっていうのは大きいんじゃないかなと思います。前橋もバック取って2着ですからね。しっかり後方に置かれたところでかましを打って、村上弟の優勝に貢献いたしました。なのでレース、やっぱりレースを理解してるんじゃないかなと思いますね。結果的に前にいるのは三谷なんじゃないかなと思います。もしくは誰かが逃がして後位にいるのは三谷じゃないかなと思うんです。なので三谷をやっぱり本命にしましたが、相手が本当わからない、誰でもチャンスあると思います。難しいのは総流しです。これが一つ。もう一つがですね、ごちゃつくところを郡司が
後ろの先輩に内藤を連れてるので引き連れてしまうというのはあるかもしれません。そういう時に郡司逃げた時に結構いいスピード持ってるんですよね。今場所も結構積極的に逃げてるんで、ここには書いてないですけど、郡司倍手の内藤は面白いと思います。もちろんこちらも総流しです。内藤行くなら、まあ、ただ中心は郡司でしょうね。で、郡司三谷清水じゃないかなと思いますね。総流しでありますが、この3点を重視。もちろん三谷からでも清水とか郡司とか山田とかはあるんじゃないかなと思いますね。佐藤智和も6番車ですけど、前回松戸、では決勝戦2着入ってますからね、 S 級 F1 戦は。なので得点ほど悪くないと思うんです。なので6番車だからといって捨てきれないっていうのはあるんで、三谷から行くにしても内藤から行くにしても外せる選手は正直いないんじゃないかなと思います。まあ、その中でも三谷が好意を取って結局いい位置にいるんじゃないかなと思って、復調気味の三谷を本命といたしました。穴は郡司が、行った時の先輩の内藤の抜け出しですね。はい、以上抱負記念決勝戦になります。ぜひよろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。